こんにちは、ケンシです。ヨコです。今回なんですけども、はい、サイコに来ております。よいしょ。サイコ、サイコ、サイコ。今回は、うん、毎年恒例のカツオのサイコ来ましたね。今年も初ガツオ、はい、やっていきたいと思うんですけども、初ガツオといえばみっちゃん。みっちゃん、よいしょ。じゃあみっちゃんお願いします。お願いします。よし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 オーディエンスがの中で2人だけ選びましょうか。はい、それではアンダーさんとアンパーさん、お願いします。よいしょー。イエーイ。ということでアンダーさんとアンパーさん、アンパーさん、お願いします。お願いします。カツオの回もだいぶ常連ですもんね。そうですね、もう5回も6回もやってますよね。早速買ってやって、はい、今日試していきましょう。行きましょう。お願いします。じゃあみっちゃんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。どうも、みつです。よろしくお願いします。しております。今日の活動の調子は今日いいよ。へぇ、気仙沼さんで。気仙沼さん、今年は2ヶ月ぐらい早いなーって。油の乗りが、あ、そんな早いんだ。早いんだ。今日はハイスタイルで。で、ここにみっちゃんのキッチンを。こいつで。これがサップか。そう、サップ。これをここに入れて。ロック。そしたらこいつ。DC に繋いでファイア。これでちょっと待ちですね。はい、エモい。行くぜ。行ってきます。海大好きな人。なんか外国人みたいな。インバウンド。インバウンド。インバウンド。リバウンドしただけでしょ。これはやっぱライフジャケット着とかない危ないんですか。そう、真水だからね、浮かないんだよね、体。なるほどね。安全面も考慮して。そうそうそう。お酒も我慢して。風の具合。大丈夫。大丈夫。いや、いろいろ濡れてる。息が臭い。楽しそう。めっちゃ遠くまで行ったもん。気持ちいいっすね。グランドラインへ行ってきます。攻めろ攻めろ攻めろ。体感しっかりしてる。さすが強いね。おーやっけ。そうだね。よっしゃ。今待って待って。今一度のタップ。どっちどっち。ミツノフジ。ミツノフジ。ちょっと待って。ちょっと待って。右手首骨折した。気持ちよさそうですね。今回はなんと何を飲むんですか、山田さん。ああ、じゃあ、トラレモン。噂の
出来上がりました。ついに、ね、あれちょっと飲んでいきましょうよ。ずっと作ってたからね。ねえ、そうだね、キャンプで飲めるのいいよ。冷て冷て。でも8年だいぶだいぶやりました。だいぶやりましたよ。入店半年半年ぐらいか。半年、そうだね。うーん、あーじゃないこうじゃないやりまくってね、うん、あーじゃないこうじゃないね。そうそう、でどのレモン入れたらいいんだとか、うん、すごいなんかレモン感の色がめちゃくちゃいい、ね、色いいよねこれ、うん、すごい綺麗な色した。西浦、静岡の西浦のレモネード使ってます。うん、あ、レモンこだわってる。そう、地元、うん、はい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 、大成功。よいしょ、飲んでいきましょう。それでは本日も6回目ぐらい、うん、そうということで、いつもいつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。過去最高のカツオの会にしていきましょう。よろしくお願いします。キャンプイ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 。うん、あ、うまい、うまっ、バリバきた、うま、最高だね、美味しいね、うまいわ。スポーツした後のレモンサワーいいね、効くね、確かに手押し進むね。賞味30分ぐらいしか置いてない。じゃあ、ほんじゃまず何からいきますか。あ、やっていきましょう。というわけで本日、はい、ご用意させていただいたカツオは、うん、持ってきました、はい、本日気仙沼の、うん、ちょっと上の方に登ってる分、うん、勝浦より脂が乗ってる。あ、そうなんだ。上の方に行くと脂が乗ってくる。うーん、どんどん食べていくから。そうそう、いろんなものを。そうそう、あ、そうなんだ。南の方からぐーって黒潮に乗って、うん、上の方行って北海道で U ターンしてくる。 U ターンしたやつが戻りだす。北海道とかぐるーって回ってくるの、それともなんか俺見たやつはね、青森ら辺を戻ってくる。あ、そうか、青森か、青森とその津軽海峡ぐらい、うん、本当に U ターンというか。そうすると油が乗ってくる。へー、なんで戻るんですか。知らないよね。そこまではね、そこまでは知らない。それはディズニーランドの亀に聞こえた。あ、なるほどね。やばい。知らんかやばい。ディズニーランドの亀知らないでしょ。分かる分かる分かる。ニモの。ニモ？ああ、めっちゃ頭いいよ。あ、タグか。お前ら最高だぜ。おお。素晴らしい。素晴らしい。今まで2つの食べ方。うん。一つ、うん、別の食べ方。初、初、わ、楽しみ。めちゃくちゃ美味しかった。もう一回再現してきて、うちの兄貴と、うん、これやったらうまいんじゃねってやったらめちゃくちゃ美味しかった。楽しみだね。楽しみですね。で、あと、まあ、最初はお腹減ってると思うから、うんうん、夏野菜を、うん、味噌で食べる。うわっ、うわー、去年のやつだ。いいね、最高のやつだ。うん、で、最高だぜ。うわー、最高だぜ。最高だぜ。そういうことだ。みんな、なんか最近ゴム部屋に行ってるから、うん、それに合わせた料理作ろうかなと思って。あ、マッチョメニュー。マッチョメニュー、いいね。で、カツオで鶏の胸肉。へぇ、ちょっとこれを簡単に。サラダチキンだ。サラダチキン、もう誰でも作れるよ。へぇ、ちょっと夏っぽくさっぱり食べれる。もう全員、もう全員、もう全員、どうぞ。すごくない？で、最後締めでお腹をこう、お腹にこう炭水化物も取ろうかなと思って、うんうん、時期のもろこしで。あー、あー、出たー、炊き込みご飯。楽しみ。すごい。お願いします。踊りますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみね。乾杯乾杯乾杯。チェイサー、チェイサー、チェイサー、チェイサー。すごい来てる。次のレモン。
レモン、ちょうどいいちょうどいい中和で。じゃあやっていきましょう。それではまずはすぐ食べれるやつ。はい、夏の。うわーね、もううまそう。おーおーすげえ。まさかね、職人技だね。こうしとこうか。食べやすい。反対はやんなくていいんだ、ゴリゴリゴリって。そう、こっちはね、うん、薄いの皮が。あ、先っちょなんだ。そう、先っちょの根元。そう、茎の方、繋がってる方は皮が硬くてえぐみがあるから取る。なるほどね。そうなんだ。そう、初めて知った。らしいっすね。おーい、すごい、鉛筆削りみたいな。確かに鉛筆削り。なんかっぽくない？もう何も言えねえよ。今の仕事は何も喋れねえよ、もう。この仕事で。みっちゃんいなくなったら俺ら腹すかして終わるからね。ペティ、これペティ。え、これペティなの？これでかくね？あのね、これぐらいのペティが16センチかな、これが。そう、使いやすいね。何でもできる、ちょい仕事だ。なんなら刺身も引けちゃうから。なるほどね、ある程度の刃渡りがないと。そう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 、引けないんだ。あと俺が大好きエシャレットね。あ、これエシャレットなんだ。そうそうそう。え、初めて食うわ。これね、お酒とめちゃくちゃ合う。初めて、ラッキョ？ラッキョじゃないのよ。エシャロットって何？エシャロットはあんまり食うっすかね。玉ねぎ。玉ねぎなんだ。玉ねぎシリーズ。玉ねぎシリーズ。まあ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 。こういう根菜だから、ね、次の日に口うんこっすよ、うん、本当に。いや、しかも食べ過ぎると俺最近もう胃もたれるもんね。あ、じゃあ、本当にニンニクみたいな感じなんだ。そう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 、これ食べたら今日はもういくらでも飲める。逆に、あ、逆にね。まあ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 。指切っちゃう、指がもう入ってないのこれ。もう全部飲んだから。これでちょっとお腹を満たしてる間にもう一品後に作るんで。わあ、楽しいね。いや、もう夏だね、本当に。これがね、ジブリ、ジブリ、ジブリで、ジブリなのよもうこれ。ちなみに何のジブリですか？トトロだよ。まあ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 。もう全部そうじゃん。どうした？うわーい。うわ、すげえ。いいね。こんな感じで。夏だな。夏。もう夏が始まった合図がしてますね。確かに確かに。あとはもう日暮らしのね、鳴き声だと。聞けばもうね。一応おもちゃね。氷水で青臭さとか余計な辛みを取るっていう。あ、そうなんだ。要素も兼ね備えてます。へぇ、何で食うんですか？これは味噌で。おぉ、今何味噌？これね、田舎味噌なんだけど。へぇ、持ち歩いてたら熟成した。へぇ、大丈夫それ？熟成ね、大丈夫。へぇ、おそばで、おそばで、おそばで。もうオリジナル味噌って言っていいぐらい深みが増してるから。へぇ、ちょっと楽しみ。食べましょう。よいしょ。いただきます。いただきます。というわけで一品目お待たせしました。おーいいね。夏ですね。夏だよね。いただきます。やっぱりちょっと2人いいですか？熟成味噌で、はい、じゃあ牛乳いこうかな。はい、うん、おーうまい。シャキシャキ、うん、味噌うまいな。うん、熟成されてるね。オリジナル熟成。撮影者です。熱か。熱々、うん。どんな味か全然わかんない。めちゃくちゃうまい。ちょっと多めにつけた。多めに？多めでいいんだ。辛いから。
作るんですけど、あ、それ KP? これ、あ、それが欲張っちゃった、びっくりした、多めっていうから、それエシャレット食べてるじゃなくて、味噌食べてるから、いただきます。お、美味しいね。うん、エシャレット楽しみだね。エシャレット美味しい。いや、これ無限に食えんの、エシャレット、うん、キュウリはうまい。味噌がうまい。味噌うまいね。うま、いや、これうまい。エシャレットってこんなに美味しいの？普通はこんなじゃないね。いや、わかんない。キュウリがさ、シャキシャキなのわかんないけどさ、エシャロットこんなシャキシャキなの、めっちゃうまい。ね、明日みんなピーピーじゃない？あのね、熟成っていうか、塩こ、あの、腐るっていうのは、ある程度の塩分量があると腐らないんですよ。へぇ、その代わりカビるんですよ。あ、そういうこと。あ、なるほどね。だからカビが生えてない限りは腐らないんですよ。あ、なるほどね。味噌は腐らない塩分量があるから腐らない、カビが生えてない、ちゃんと熟成です。へぇ、なんか詳しいっすね。え、職業なんすか。職業YouTuber だよ。まあ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 、しらけなかったよ。最近しらけるよね。はい、レモンサワーいきます。グレープフルーツサワー。高田さん、高田さん、ソップ出てくださいね。はい、やってみる。おー、いや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 、元気な。お酒マンなんだよ。超えてる、お酒マン超えてる。あー、ストップ、ストップ、ストップ。しゃー、危ねー。見ていくよ。これないから、あれ、あれ、あれがない。じゃあ、ソップです。ストップ。あー、危ねー。まあまあ、あー、危ねー。手元で来るんだ。しかも、一人だけ親方ボトルだから。クケチ、お願いします。ストップ出ちゃってるよ。もったいない、もったいない。すげえ SDGs だ、 SDGs だ、 もったいない SDGs だ、 カーボンニュートラル。わけわかんねえ。はい、安田さん、おいおーす。お、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 これだよ。これだよ。これだよ。余裕なぁ。今日のアンダーは人違う。やっぱ違うわ。そうでしょ。待って、俺これはさすがにしょぼすぎる。そしたら責任感を避けたんでしょ。まあでも、このままでもうまいし。美味しいんだよ、意外と。美味しいんだよ。炭酸は長持ちする。よいしょ。コース使ってないからね。エコ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 。5つ作ったのにこれよ。SDGs。シュワシュワしてない。シュワシュワしてもう。確かに上だけ。全部上だけ。全くシュワシュワないです。ね。見てこのさ。あ、なんか爽快感あるね。俺のも好みの入ってるはずなのに。グラデーションが全然ちゃうね。ねえ、うん、あれ、これ現役は何パーだっけ。25。いいね。いいね。それでは最後で最高なキャンプロール楽しい気持ち。乾杯。乾杯。美味しい。あ、うまい。あ、うまっ。うーん、味がする。スポーツ後のあれね。スポーツ後のあれ美味しい。これうまいよ。お腹減りました。ねえ、2品目いこう。お願いします。よいしょ。というわけで、はい、2品目。あ、もう拷問部屋ばっかり行ってるから、みんな。うん、はい、さっきも言ったけど、うん、このあ、とうとう。タンパク、タンパク質で。タンパク質。タンパク質と。いや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 。ちなみに4人ともトレーニーですから、ね。うん、そうですよ。あ、じゃあ3人。あ、3人。俺も言ってるから。俺も言ってるのよ。ちゃんと言ってるから、俺も。一回見せて、一回見せて。違う。行けないやん。トレーニー。2ヶ月パーソナルじゃないの。ちょっと心配して。これはやってないっすね。言ってるんですよ。ちゃんと言ってるんだよ。ちゃんと言ってるから。いい話。これと
梅干しを。梅干し、ささみと梅ってね、すごい相性がいいです。すごいいい色の梅だね。そうかも。夏っぽい。うんうんうん。じゃあ和え物を作っていこうかなと。はい、和え物。ちょっとね、一個スモーク入れます。うん、アクセント。うん、あ、アクセントなんですか。これがもう一つ欲しかったけどなかったから食べてたけど、アクセントにはなるから。向くの手伝いましょうか。あ、いい、みんな向くの得意だもんね。見向き全員見全員あ、よし、おー、いい、ちょうどいい、よいしょ、よしよし、グリーンって出てきたよ。いやー、いいね、タンパク質で、これ包丁で切ってもいいんだけど、うん、お手で裂いた方が、うん、こうギザギザの面積があるから、うん、味が乗りやすい。あ、そうなんだ。こんにゃく理論。こんにゃく理論。あ、そういうことなんだ。ちぎりましょうか。でも全ちぎ？全ちぎで手洗ってきたんで。こんな感じでいい。うん、これ結構3つだと量すごいよ、ね、確かに ね、でも6人いるって言ってたもんね。うんうん、確かに。ちょっと食べていい？いいよ。あ、俺も食いたいわ。いただきます。どうも、乾杯。よし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 、あ、うまっ。ディズニーの味がする。ディズニーの味、ディズニーの味がする。いや、もうディズニーなの、スモーク式の味。いや、マジで、本当にディズニーっすね。これはディズニー。これは飲んだ方がいいですよ。はい、乾杯。俺も飲みたいね。ロリに辛いっすね。相当量になったね。ね。ね、うん、でも相当これあのタンパク質が多いから、ね、筋肉横じゃん。ね。めっちゃ多い。めちゃくちゃ多い。すげえ多いね。なんかちぎったらすごいね。ね、増える。増えるんだね。ビスケットみたいに。ビスケット叩いたらね。叩いたら。たらで、ここに、そう、梅を。梅を。梅チューブでもいいんだけどね。おお、はいはい、こだわりでね。こっちの方が美味しそうだよね。こっちの方がね。もう一個行く？一回見つめでしょ。交渉中。交渉中ネゴシエーター。ネゴシエーター。いやー、これすごいな。そいで。うわ、梅いいね。やっぱ料理の人はちょっと薄めというか、うん、後で調節できるようにしとくんですね。梅干しを今4つだったら、もしも。ああ、そうそうそうだね。あ、そっか。うんうん。濃いのを薄くするのもすげえ難しくて。ね。薄いのを濃くするのは全然、うんうんうん、聞けないからそういう風にやるってなって、この前ちょうどテレビでやってましたね。まあでも料理はね、足し算でもあり掛け算でもあるんだよね。掛け算も出てくるんだ。俺はね、うんうん、なるほど。引き算は難しいと、うん、引き算はあんまりしない方がいい。すごいいい色してるね。ね、駄菓子屋にあるかな。確かに、スモモのやつみたいな、うんね、香りで梅を使ってるだけだから、うん、梅だけだとどうしても塩分が強すぎちゃうから、うん、ここに違う味も入れるっていうのが、うん、俺流です。梅とキュウリの相性、うんうんうん、梅キュウ、そうそうそう、どうしようかな。波の音がいいね。ねえ、涼しいし。いや、いや。おー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 、上手上手上手。ねえ、手さばきがすごい。ねえ、料理人みたいだね。うん、料理人なんだよ。いや、これでも美味しそうだね。ね、うわー、これはやばいぞ、うんうん、想像つく、ね、想像ついてきたね、うん、楽しくなってきた、うん、飲むかー、ブイー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 
反応のね。おい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 。うわ。アクセントをつけたいなと。おもちょりまして。すげえ。レベルが高いお通しみたいなね。高すぎ？高すぎる。あ、あ、これ入れるんだ。あ、この長さで入れるんだ。え、そういうこと？いいよね。だってあのネギ、キュウリと同じぐらいのサイズの方が食べやすいじゃん。うん、あ、なるほどね。キュウリも同じ、胸肉も同じぐらいのサイズ。うんうん、あ、そこまで考えてるんですね。そうすると箸で掴みやすい。すごい。そっか。配慮がすごい。一本だけ長いとね。そうそうそう。これで刻んじゃうと、うん、まあ刻めばね、梅があるからまとわりつくっていうのもあるんだけど、うん、噛んだ時に香りの出方が変わってくる。なるほど。でも自分で作ったら絶対刻むもんね。ね。それが嫌いか。全部ミストの中でビューってやってね。スムージーです。それは相当料理してたよね。それは。いやでも美味しいんですよ。どうせね、どうせ美味しいでしょ。あの顔になってきた。美味しいでしょ。美味しいよ。梅ってこう角が立つから、うんうん、ちょっと味の素で角を取り、角を取れるんだ。そう。であとみりんで、みりんコクを出す。へえ、すごいレベル高いぞこれ。確かにね。ね、もう分かんなくなってきた。想像できない。想像がつかない。ちょっと醤油で。おお。普段結構な胸肉だ。確かに。いや、どんなんなんだろう。梅はもうちょっとあった方がいいかな。我々3人。おお、見て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 。おいおいおい、あじゃあじゃ。今何時？そうねだ。じゃあじゃあ決めさせてもらいます。おほ？おほ？まだ会話してる会話してる。梅だね。お梅の量。今掛け算ですか足し算ですか。今のは足し算。足し算。でも結構すごい量だよね。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 思ったより多くできちゃってびっくりした。ね、でも全然多分6人だったら、うん、ちょうどいいんじゃない。小鉢ぐらいに、ね。酒もあるし。これでも日本酒に合うんだろうね。あきっと。きっと。安田さん。あります。あるの？あります。あるんだ。こんな通販みたいな。あるんだ。台本あった今。台本あった。今めっちゃ素だった。え、どう？その手の甲で味見する理由はなんか。ここでさ味見してさ混ぜたらさ、うん、確かに衛生的に関節キスになっちゃう。そこ？衛生的な問題。それは絶対やだ。ここでこうやってやって、うん、やるっていう。ちょっと江本君、こうペロペロしてみ。やだ。あんなにチューしてんのに。見て、ちょっとうなじに置いてもらっていいですか。雰囲気爆発してんのよ。じゃあ開けてくん。はいよ。ごま？いりごまを。いきましょうか。ストップって言ってる。まだ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 行く？おー、行くね。おいしょい。この入りごまはちょっとちなみに熟成してない。いや、これはね、こういう深入りの。深入りなんだ。金って書いてある。お、純金飛ばしに腐ってないっすね。飛ばしに。いや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 、2023年なんだけど。だいぶ深入りしてる。だいぶ深入り。熟成させてるでしょ。1年半前完成です。よいしょ。おいしそう。いや、うまそう。これは期待ですね。うまそう、うまそう。おいしそう。梅肉漬け、うん、名前は何て言うんですか。鶏胸肉の梅肉和えだね。お、うん、あ、うまそう。箸休め的なところだから、うん、はい、うん、いただきます。じゃあ、もらっていいですか。はい、はい。あ、なんかすごいつまみやすいですね。うん、でしょ。なんだろうこれ。つまみんつってさ。あ、つまみんってやつね。あ、すごい。特殊ステンレス使ってるの。へぇ。これブランドなんですかこれ。5円って言うんだよ。いただきます。いただきます。
うまいね。おお、発達してる発達してる。喜んでる。うん。うまっ。これはいや痩せちまうわ。痩せちまうわ。これ以上痩せどうするんすか。ねえ、本当に。ありがとうございます。これはトレーニーに最高のつまみですね。うん。ね。これめっちゃ美味しいぞ。ね。下のここ。美味しい。これこれどれ。美味しい。はい。焼肉屋さんに出てます。美味しい。先投げが。お通しでもいいかもしれないね。ほら、2023年のゴマが効いてるじゃん。確かにね。ああ、まず、ね、サップの上でもむしろ笑い気する。ごめん。かばいああ、いけるいける、うん、なんか、物足んなくなっちゃった。物足んなくなった炭酸の味しかしないでも次の料理はもう本番に入ってくるわけですか。次はもうカツオです。わあ、楽しみ。お願いします。OK。飲みてんだろ。あ、飲めねえぞ。なんすかこれ。これは、はい、この前中国の出張でもらってきた梅酒でございます。酔っ払ってる酔っ払ってる。傾斜が傾斜すごい。傾斜すごい。これはあのすごく縄に巻いてあるように見えるんですけど、はい、こういう柄なんですね。そう。このまま瓶なんですよ。パイナップルにしか見えない。縄文時代じゃねえ。縄文時代じゃない。古文？いや違う違う縄文。あ、縄文。え、縄文？まあ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 これで行ってらっしゃい。一回行ってみてもらって。ね、まだねアッパーさん、まあ高田さんなんで。はいうん、じゃあアッパーさんにしないで。アッパーさんにします。頑張りました。行きますか。バイチュー。行ってらっしゃい。行きます。魚の訓読み。ウォウォウ。おお。ああ。でも新しい。新しい。結構いいですよね。匂いがこっち来たんだけど一瞬で中国行ったもんでもこれこれなんかおそらくいいやつで香りが吟醸香が香るような日本酒のそう、うん、吟醸香って何純米大吟醸のああ、うん、はいはい度数のイメージより結構飲みやすいかもしれない、うん、え飲まないの俺じゃあ、ね、ちょっとじゃあペロッとしてペロッとペロッとしてみあ、でも、あ、美味しいわ、ね、美味しいでしょフルーティーだね、ね、そうそう、本当に、うん、魚の訓読みうわうわ顔顔顔いやいやいや、もう終わりの流れじゃないよいしょなんかちょっとフルーティーだよそう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 魚の訓読みうわうわよし、じゃあカツオ行きましょうえええまあ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 そぶ出てよはいさすがに50何パーあるからねこれそうねそうストップいったねいったねヤマドの訓読みボウオなんで何の役に来ないキャブイチェイサー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 ついにああこれでもちょっと美味しくない美味しいの、うん、美味しいそうフルーティーなんだよいけますカツオよカツオ行こういい加減、うん、いい加減お願いしますいきましょうじゃあレッツゴーというわけではい、はいはい、やっとここまで来ましたねえ長くない長いね今サル20分ぐらいですかね、うん、再生時間再生時間ね、うん、ただ実際は4時間立ってるね俺らね立ってるね俺らねというわけでなしに、はい、お願いします本日のメイン、はい、
トゥルーン、うん、お兄ちゃ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 ん、本日の活動、気仙沼からはるばる今朝やってまいりました。今朝、朝取れたってことですか。そう、朝取れた。まあ夜中、多分漁師さんは夜中に出て、早朝に競りに出すっていう。ああ、そうなんだ。背中がほら、青々しいでしょ。これどういうの。背中が青々しいの、鮮度がいい証拠だ。あ、そうなんだ。どん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 ね、カツオってしらっちゃけてきちゃうから。あ、しらっちゃけてくんだ。去年のやつもすげえうまかったけど、うん、なんかもうちょっとなんかグレーだった気がする。あ、確かにね、なんかグレーだね、確かにグレーだった気がする、うん、そうだっけ、そうそう、うん、もうちょいグレーだったね。しらっちゃけてたのかな。しらっちゃけてたのね。いやでも、いや、その時みっちゃんは全然良かった。そうそう、今回のカツオやべえぞって話。去年はね、当たりとしたね。でもなんか見た感じでもパチンパチンだよ。ね、俺らがよく知ってるカツオの色はしてるけどね。なんか今年はもう戻りガツオ並みに脂が乗ってるっていう。簡単だもんね、結構。かわいい顔してる。目がうつろ、目うつろじゃねえわ。気仙沼、僕の母の実家ですからね。なんだよ。おかしい、おかしい。臭い。臭い。わかんない。リセットされたわ。うわ、こっからね、続いてここで途絶えてるはずなのに、文明がね、文明がね、なのにカツオの顔したよ。どこで。じゃあこれを下ろして、はい、笑い切りしていきましょう。お願いします。お願いします。いや、こう、いや、うわー、来た、カツオのシーズンですね。ねー、まずは頭を取って、取って、あの、硬い鱗とね、バンバンって。鱗取るんだよね。この鱗の名前とかあるんですか。こいつの、いや、聞いたことないね。ここ、なんか取らない人もいるもんね。あ、そうなんだ。絶対口残るじゃんって思うけど。見た感じ、鱗に見えないけどね。ここでも、裏見るとね、鱗の。あ、本当だ、うん、確かに、もう裏見ると本当に鱗だ。摩擦で多分、ナチュラルになっちゃうよね、滑らかに。ブリとかもこうやって、こんな感じだもんね。あ、そうなんだ。ブリは、どっちかといえば、あの、皮の中に入ってる感じ。入ってるんだ、うん、これ簡単なようにやってるけどね、うん、いや、多分めっちゃ難しいよね。これはでも、そんな難しくないよ。こう、クッて入れたら、うん、ちょっと歯を気持ち上にやって、みたいな。へえ、何時？おお、で取れるんですね。もう早いね。すごい。OK です。釜が、うん、頭は食うとこないんだ。そうだね、食おうと思えば食えるけどみたいな。うん、でもすごい少ないし、出汁が取れるわけでもないから。あ、そうなのね。カツオってあの焼かないっすもんね、あんまり。そう、あのね、赤身だからね、パサつくんだよね。へえ、よいしょ。おいでおいで、すごいよ。わ、うお、すごい。簡単ですね。うん、高み出てくると迫力がある、ね。そうだね。いい音。ギリギリギリって言える。カタカタ？うん。今回もまた包丁研いできたんですか。研いできたね。それでは。はい、はい、いきます。おいしい、せーの、パカーン。綺麗だね。美しい。おろすの上手じゃない。美しい。誰だよ。
いや俺だよ。そうか。うちわかんねえね。なんかあの見てる感じすごい身が柔らかそうなのかなって感じるけど、身が柔らかいもんなんですか。あ、カツオは柔らかいね。うん、もう白身と違って。白身の方が筋肉質なんだ。そう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 。根魚が一番筋肉質かな。へえ。おお。ここに今落ちました。あ、いただきます。あ、よし。うまみが強い。おお。乾杯。一人。ああ、合う。柑橘と合う。柑橘と合うかもね。まな板は常に綺麗に。ソース触った感じは。いや、物はいいね。うん、あと質の方はまたカツオはね、うん、変わってくるから、うん、それをちょっと食べてみないと何とも言えない、脂質なんだ。今の端っこでもすごいカツオが強かった。うーん、あ、じゃあ旨味強い系カツオだね。赤身がガツンっていうよりもなんかちょっと、そうだよね、脂乗ってそうな雰囲気はね、うんうん、ちょっとやっぱ戻りガツオ的なあるよね、うん、色がしてる。おー、すごい。こんな感じのさばき方なんだ。腹骨を綺麗に取るな。そう、腹骨、包丁の道筋を作るってやつ。道筋、でかくなればでかくなるほど難しそうですよね。確かに、うん、どうなんだろうね。うわ、すごい。これも板前時代は全然よくやった。よしよし、1日3本ってことでしょうね。3本、そんなに出るんだ ね、お店で。確かに100人キャパのコース料理やってたから。あ、それが毎日のように埋まってるんですか。週末だけ。あ、まあ週末、毎日でもないけど週末は 1.5。 うん、1.5。 ハラミすごいね。トロじゃない。どこハラミ。ここここ お、ね、お腹、うん、もうね、ハラス、これで、すごいトロトロ。気合をちょっと、あそこ血合なんだ。綺麗だね。すごい切れ味がいい。血合骨をね、すごい分かりやすく色が近いもんね。うん、そうだね。すごい、なんかいつもと見てるカツオの色とはね、うん、違う気がする、うん、でもやっぱ脂がすごいわね。すごいよね。うん、だからちょっと初ガツオとは違う赤身の出方だね。うん、うん、なんかレバーみたいだもんね。うん、うん、確かに色的に。あ、確かに。食ってみね、見てみ、うん、ここもね、鮮度いいと多分美味しいと思ってて、うん、あの、ニンニクと合わせたりとかして。このやつ、そう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 。どっかのやつね。ブラックペアンです。ブラックエンペラーじゃない。ペアン、ああ、ドラマね。ブラックエンジェルじゃない。二宮、二宮がやってる。なんだよめっちゃ、なんだよ、お、なんだよ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 、ヨシいた、ヨシいた。ヨシは一キモいヨシ。どうどう今どんな感じ。うん、気持ちよかった。受け入れないかね。この包丁は何包丁ですか。柳葉包丁だね。柳葉包丁。さっきの出刃じゃなくてこっちである理由は何かあるんですか。柳の方が細かい動きができるから。なるほどね。機動力に。綺麗に取れてる。そう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 。ちゃんと包丁変えるんですね、やっぱね。うわ、うまそう。だから柳はもうこっからここまで神経を通わせないといけないから。神経を通わす。長い包丁の方が使いにくいは使いにくいね。あ、使いにくいんだ。そうだよね。だって先っちょばっか見てたら手前でね。あ、そういうことなんだ。使いにくいというか扱いがちょっと癖が出てくる。あ、じゃあ短い方が使いやすいんだ。短い方が使いやすいっていうか、そのなんつうの、扱いやすい。へえ。すげえ綺麗じゃん。ね。職業なんすか。職業？ユーチューバーだよ。なんか滑ったみたいな。言わせといて。笑い焼きしてこ。はい。あげい。すごいね、油が出てる。ほら。トロやん。あ、本当だ。どんな感じ？本当だ。辛めの油がすごいのよね。美味しそう。だからあれだろうね。赤身が少ないんだろうね。戻りガツオの色だもんね。
戻る前に多分餌が豊富で脂が乗ったんだろうね。そうそう、川側に打つんですよね。そう、川ギリギリに打つ。川と身の間ぐらい、うん、ねえ、そう、これだけでも難しいし、あと、うん、の火入れもね、うわ、すげえ難しい。この串の筋が出てるのが正解だね。あ、そうなんだ。身の方に入りすぎるとこの筋が出ないから、ちゃんと。これはこれはこれはあの皮がさ、ぷくって膨らむのを防いで、焼き目が均等になるように。そうか、膨らんじゃうとそこの膨らんだ分に身が火が入りづらくなっちゃう。あ、そこだけ焦げちゃう。あ、焦げちゃうんだ。浮くから、その熱の通りが変わってくるから。はい、どうぞ。じゃあこれで塩厚です。はい、塩はね、意外と油が多めなんで、こう油で落ちちゃうからちょっと強めにね。へえ、おい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 、皮目強めで、身の方は皮目の3分の1ぐらいの塩。その理由としては皮目の方が油が強いから。身の方が塩も浸透しやすいから、ちょっと薄めじゃないと均等にならないと。それはこの高さで調節するんですか。うん、まあそうだね、高い方がばらけるから、あの均等にいくかなっていう。というわけで、お笑いしていこう。それでは、はい、行かせていただきます。お願いします。お願いします。チャッカ。お、すごい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 。あ、ちゃ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 、ちょうどね、風がなくなってきたからね、ちょうどいい。確かに、めっちゃ燃える。あ、ちゃ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 、あ、ちゃちゃ、おー、ちょいちょい、いいよいいよいいよ。風、風いる、風いる、風いる、風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 。あ、アナさん強い。強い、アナさん強い。うわぁ、違う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 、初めからそれやるやん。アナさんずるい、ずるいっす。あ、違う違う違う、あ、違う違う、あ、違う違う違う、いいんじゃない、いいんじゃない、勝利感。おお、おお、おお、すごい、いい。もう行くよ、返すよ。せーの、おい、よいしょ、すごいいいじゃない。すぐ火が入るんだね。ね、火、火力が強いね。いけそう。うん、あちゃちゃ、まだ行ってみてください。待って待って、アッパさん、それ意味があるのかな。意味あるね。うん、聞いてる聞いてる。あ、本当ですか。 OK OK OK。 はい、すげえ、過去一暑かった。すごい匂いだ ね、いい香り、いい香りだわ。色ついた。うん、だいぶいい感じ。すごいすごいすごい、バリバリ。うわ、すごいすごい、すごい、うわ、うまそう、めちゃくちゃうまそう。いや、うん、そう、あ、そうだ、めっちゃ美味しそうじゃん。これですぐに絶対うまいね。皮目が綺麗なのよ。うわー、皮目超うまそうだね。これやばい。うわー、バリバリだね。これですよ。うまそう。うわ、やばい。これはうまいでしょ。ですぐに、すぐにこう。あ、なんでやるんだっけこれ。今のあの塩当ててる分水が出るから。ああ、なるほどね。そうそうそう。余分な水分を取るんだ。で、水分を取らないと、食べた時に水っぽくなっちゃって。あと、べちゃべちゃしちゃうんだ。これ火がどんどん入っていっちゃうから。すぐ冷まさないと、ね。ああ、なるほど。すごい時間から勝負だ。ね。これいる？すごい。1本ずつ。これにも用意しちゃうから。さすが、いいですね。すげえ、うまそう。いや、めちゃくちゃいい匂いしたね。すごい匂いした。これで、水が入らないようにして、アイスに、下に氷があるんだよ。で、冷ましとくと。仕方ない。本当ですね。よし。それでは、カツオを冷やしている間に薬味の方を聞かせていただきます。お願いします。また包丁変わりましたね。確かに。そうだね。野菜包丁。夏切り、夏切り包丁。野菜包丁っていうの？むき、むき物。へえ。これ薬味ですか？そう。玉ねぎね。
新玉ねぎ。え、これ新玉？そう、まだ新玉があって。色がなんか新玉っぽくないけど。そう、もうね、だいぶあれだけど。見てるけどね、この時にみっちゃんが料理人なんだなっていうのがあるもんね。おい、見なくてできんの？見ながらどういうこと？え、目線合わさせていける？またまたまた、それは無理でしょ。すごっ、肘から下 AI 使ってるから。現代的だな。もう AI の技術が。ディープフェイクなんだよ。ディープフェイク。じゃあ嘘なんだ。そんな方まで見ずにいけんの？玉ねぎの切り方でね、みんなね、ちょっとおかしいやり方してる。おかしい、料理人も含め。え、いやいや、あの、みんなそうやるから多分それが合ってんだろうけど、俺はなんか違くねって思うのが一個あって、うん、後半に交互来てやるんだけど、この辺ね、うん、これでみんなパターンってやるじゃん、うん、こうやるでしょみんな、うん、俺もやるそれ、こうやるでしょ、やるやる、でこう切っていくじゃん、うん、ここ切りづらくない？確かに、あ、確かにね、こうじゃない？あ、もう一回やるんだ。確かに、確かに、分からなくなるんだ。そう、高いところぐらい低いところに切りやすいから、こう切ってて、こうやったらスムーズに切れるけど、うん、明らかに最後切りづらい、うん、絶対こうなの。言われて気づいたわ。確かに、ね、そう、これ料理もね、みんなパターンってやる。でも最後言うてもこの辺からもうバランスおかしくなってくる。ここからまたこうやってやるの。へぇ、そしたら面が広くなるから、見づかなかったらこんだけ見てるのにね。毎回やってる、これは。でまたこうやってパターンってやって、酒今これしかないの、もしかして俺らこれしかないの。え、カツオこれでいくの？絶対なんかあるでしょ。なんでまだ入ってるの？入ってるよ。え、これはアッパさん？そう。おお。行くんかい。カンカン。ウイスキーロックやばいよね。ストレートだ。ストレートだ。だってこれにくっついた。くっついた。本当に。ガブ。うん。まだね、まだ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 入れちゃダメなの。美味しかった。美味しかった。美味しかったんだ。続いてみんな大好きみょうがちゃん。美味しいよね、みょうがってね。でもみょうが食いすぎるとバカになるっていうね。え、なんで？だからか。なるほどね。だからか。だからか。来た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 。これ本当にすごいよね、これ。うん、家で真似しようとして無理だったもん。うん、本当に無理だったもん、俺。一応俺もちょん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 ってやったけど。うん、ちょん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 ってやると先っちょの方も細かくなるんですよね。そう、ここのね、うん、この面が、あの、線になる。うん、すごいね。細かね。じゃあ最後におばちゃん。はい、おばちゃんはびちょびちょに濡らすのがきちきち。へえ、びちょびちょ。びちょびちょ濡らさないとどうなるの？もうね、乾燥してるとまとまりが悪くて、あ、確かに確かに、こういう風にしてこれで切っていきます。今切ってんの、それは、うん、ずっとこすってるだけだよね。だよね。おー、いや、すごいな。出てきた。本当にすごいよ、これ押さえてます。いや、何してるやろ。最後やめろ。だってこれなったらちょっとブレちゃう。ここで押さえてんだもん。ちょっと押せるの一回見てみ。あー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 ほら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 、大義名分で意味あったわ。
これでどれぐらい細いかが目視できると思うんで、うん、いただき、いかせて、いかせて、いかせて、うわー、すごい青さっぽいね、見えない、確かに、ちょっとね、ただのグリーンに見えるけど、うん、ちょっとこういう感じ、うわー、すごいね、これちゃんとこの全てに行き渡るんだね、そうだね、伝えなければならないことがあります、はい、はい、本日、はい、カツオ会、はい、ニンニク醤油漬け忘れました。でもなんとかなるんじゃないですか。宣伝みたいで申し訳ないんだけど、うんうん、ニンニク醤油粉で、うん、今日代用させていただきます。期待値高いからね俺ら、うん、そもそも、うん、このカツオ界のニンニク醤油漬けを、うん、もっと手軽にしたいって作ったのがこれだから、うん、あ、そうなんだ、なるほど、間違ってはいないから、うん、確かにね、そう、ただあの申し訳ないけど、うん、あのフレッシュのニンニク醤油漬けで食べた方が圧倒的に美味しいのは間違いない。あ、そうなんだ、代替品だね。まあ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 、そう、そこはちょっと本当に申し訳ないけど、うん、今日はちょっとこれで、はい、いらっしゃいます、はい、というわけで、はい、はい、厚切りお願いします。お願いします。カツオのたたき、よろしくお願いします。いかせていきます。はい、うわ、来た、うわー、すごい、断面、断面、仕事、ポニー、断面、断詰め、断詰め、暑いな。そんなにおにぎりで大丈夫なのかっていうね。ねえ、だいたいカツオのたたきって言ったらね、うん、最初に包丁入れたぐらいの薄さだもんね、うん、そうだね。油が多くて皮が剥がれるわ、確かにね、うん、うわー、暑い分口当たりがこうガフってなっちゃうから、うんうん、そこをちょっと補助的に、うん、あ、そのためなんだ、うん、きれい、いいですね。これに、これに、うん、手軽にしたニンニク醤油で。いやいや、大丈夫なんですか本当に。結構かけるね。これね、俺も毎日使ってるけど、結構かけていいのよ。そうなんだよね。ニンニクの香りを強くしたかったから、うん、塩分はそんなに多くないのよ。多分巷で言ったら減塩だと思う。さらに塩をちょっとらっとさせて、あ、あれあるよ、ヘダの塩、お、あるよ、これはもう世界一美味しい塩ね、ヘダ塩やべえ、ちっちゃいやつ持ってきてないよね、ん、じゃあ、入ってないっけ、めっちゃ重大発表があります、すいません、はい、大変申し訳ございませんでした、ヘダの塩あります、いや、ありがとうございますこれがね、マジで美味しいの、合うんだよね、そう、これすごい美味しい、これもうほぼね、旨味だから、そうそう、ヘダの塩って何、ヘダで作られてるお塩、ヘダ知ってます、俺知らないんだよね、おいおいおいヘダって沼津市ですか、静岡にいんの、沼津市のヘダですよ、あ、沼津にヘダってあるんだ、うん、へー、初めて知った、もう日本一ぐらいの中で、みっちゃんのね、みっちゃんの動画にもよく出てるよね、出てる、見てます、最近ね、見てるよ、うちらの動画にも出てるよね、出てる、俺らも塩これだもんね、ネットで売ってないよね、あ、そうだね、うちのね、そういうお土産屋さんとかにはちょこちょこあるとこあるけどね、というわけで、はい、1品目できました、おじゃあ食べていきましょう、いや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 、遅くなりました、遅くなりました、あー、うまっ、すごい、めちゃくちゃうまそうだぞ、揚げたのかぐらいになってるもんね、ね、うん、いただきます、いただきます、言ってくださいよ、誰か社長、みんなで、みんなで行く、男優、男優だな、気合いはって、気合いはって、いただきます、 AD になる、 AD になる、いただきます、いただきます、みっちゃん、ありがとう、ニンニク醤油粉めっちゃいい、ほんとか、うん、よかった、うまい、うまい、そしてカツオもうまい、カツオもうまい、ちょっとごめんなさい、やばい、やばい、やばい、ごめんなさい、ごめんなさい、
ない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 。おそらく視聴者さんからいただいた、うん、ありがとうございます。おそらく純米、早瀬、三重県、うん、いいですね。辛口なんだね。まあ、とりあえず食べて、あ、もしかしたら、もしかしたらね、レモンサワーっていうこともあるかもしれないので、じゃあ用意しておきます。いただきます。いただきます。すごい、身が柔らかい。うわ、うまっ。うん、めちゃくちゃうまいね、うん、これヤマトミチありがとう、はい、ありがとうございます。うまっ。いただきます。滝島乾杯。乾杯。乾杯。めちゃくちゃうまいわ。うまい、うまい。滝島これで一緒に行った方が、あの醤油よりもいいかもしれないぐらいの、そうだね、醤油につけちゃうともったいないかもしれない。うん、醤油臭さがバッとくるから。うん、うん、日本人行った方ではこんなに合うんだね。やっぱ結構かけてたけどさ、うん、ちょうどいいね。そうそう、うん、結構全部にかけたもんね。そうだね、なんか一口入った時に一口で食べきれないから、ニンニクの香りするようにして、うん、塩とニンニク醤油。おい追ってみたい。あのさ、これも渡しておきます。確かにね、右手に剣を左手を左手にも剣を両刀オフェンスめっちゃ強い。口でお鳴らしました、この人。うまっ。うまいね、これ。うまいわ。ずっと口にうまみがいる ね、いるね。うん、俺だってこれ知って知るまでカツオを塩で食べるなんて感じで、うん、ああそうなんだ、うん、しかもこんな厚切りなんて頭悪いだろうと思ってた、うん、あ、昔そう、うん、初めて出会った時、うんうんうん、厚切り一番と思ったもんね。え、美味しいわ、うん、はい、あります。ご用意できる社員できる。これがやっぱね、幼馴染みだから合うの合うのすぎるね。合うのすぎる。本部長の本部長営業本部長すごいね。営業力がすげえ。これが営業か。ああいう営業ですね。みっちゃん最高にうまい厚切り塩カツオフィーチャリングご縁、ニンニク醤油粉。こ、ありがとうございます。ありがとうございます。キャベツ。キャベツ。うますぎる。日本酒が合うわ。いや、これ日本酒合うね。うん、ちなみに柑橘系はサワーも合う。ね、めっちゃ合うこれ。油が多いからね。うん、確かにめちゃくちゃ油乗ってんね。こんな戻りがつおじゃない。戻りがつお。戻ってきたらもう本当にね、ギューってやったらボーンってなるかもしれない。絞ったらね、ランタンできるよ。ランタンできるよ。じゃあ畑の方もね、行きましょう。行きましょう。よろしくお願いします。いただきます。お願いします。はい。というわけで2品目行かせていただきます。抜けちゃうね。抜けちゃうね。お、そう、刺身みたいな。さっきはね、右から切ってたけどね。ね、皮を押さえて抜け防止を。そうだね、すぐそうやって分かるんだね。会話してるね。会話してる。どんどんお腹減ってきましたね。え、減ってきた。ね、お腹減ってくるよね。もっと火が入ってそうなイメージがあるけど、うん、この前やった時もっとなんか短くやったつもりが結構中まで火入っちゃったもんね。あ、そうなんだ、うん、火が弱かったのかもね。そういうのもあるんだ。火が弱いと結局火が入りやすくなっちゃうから。どうするんだ。ギャッとした強火でガッとやるんだ。そう、強火でグワーって焼き切る感じの方が美味しいよね。そしてこれですよ。うわー、し
しすごい香りがやばいね香りやばい香りやばいねこれやばいもんこの後のもう一品が新しいカツオなんで、それのために今回ここでニンニクは使いません、はい、新しいカツオのリーダーがそう新しいカツオのリーダーが出ちゃうんですか出ちゃうんですよトゥ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 絶対知らない絶対知らないよ俺いや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 バカにバカだよ俺バカにバカポン酢をかけさせていただきます、はい、ゆずポンうわーちっぺーよいしょ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 あー行きましょうダングダングでダングダング行きましょうよいしょこの叩き行きましょうポンジュですこれに押しちゃうよねえ、どこだろうああ、それそれにいっぱい欲しいグビグビとあ、いや、そんなにいっちですねビールもらっていいですか美味しいビール入りましたよっしゃー、行きましょう行きましょうじゃあ、ケンちゃんから行く次はね高田さんですよ伝道師高田さんですよ高田さん、薬味たっぷりでうわぁ、うん、出ました出ました今日一発目出た薬味が絶妙っすねうん美味しいんだね薬味しょっぱいいかぜひいただきますアップにしたいなこの顔アップにしたいなリトルマーメイド出てくる人ですよね何役でヤドカリみたいなセバスチャンてかマジでうまいすごい美味しいこれ、うん、いただきましょうかいただきます。出たよな。またお酒進んじゃいますよ。いただきます。いただきます。めちゃくちゃうまいでこれ。うん。いや、ファーストインパクトやばいね。うん。めっちゃうまいめっちゃうまいこれうん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 これ、え？これもう完全アウェイかけたんだよ、うん、飛ぶめっちゃうまいちょっともらっていいですか禁止されてたじゃないですかかけてみちょっと、抜け駆けやめてもらっていいですかこれめっちゃうまいかけたらめっちゃうまい2倍になるもうちょいかけたらいいもうちょいかけたらいいまたそんなアンダーさん盛り癖があるからないや不明よストップってテイちゃんはいはいはいほらほらほらちょっと失礼させてもらっていいですか、うん、直瓶直瓶がいい失礼しましたちょっと下品だったね失礼しましたちょっと下品だったやっぱアッパさんもアッパさんもじゃあぜひぜひお願いしますいただきます結構かけますよ、うん、無言のあるからあるからどっちどっちどっちあるんだけどあるんだけど瓶でいく全部
あるんだけどみんな。あー合う下品だな。下品だな。めちゃくちゃうまいよ俺。結構かけてるけど、うん、本当にいいんだよね、うん、ちょうどいい。いやそれアンダーさんちょっと盛るからね。アンダーさん盛り腐るからね。いやけなすのやめて。おお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 お
まいよ。我慢できない微笑みは。ね。美味しいの食うとやっぱさ、意味超えられるんだね。あの腹減ってきたんだけど大丈夫？うん。食べるほどにね。一つ、一つ、一つ。あれ一つないんだ。え、さっき俺食っちまったよ。いやいや嘘やん。もちおじさんバーサルだもちおじさん一作が何になるかがそれ俺らも知らない。確かにね、あの初が続きはマイファンズでエロ動画やそれ知ってる人しか知らないからそれで AV だよ。ちょっと後で教えてもらっていい？次はあのこのニンニク醤油粉を最大限に生かしたカツオの食べ方でいきます。いやだいぶ使っちまったけど大丈夫？大丈夫？大丈夫？行ってみよう。行けよ。というわけで新しいカツオのたたきの初めてやったよ。初めて食うのね。これはね、もう叩きと同じ感じで行かせてもらって、祭りみたいにね、なんかあの第38回みたいな日は来るんですかね。カツオたたき38回、ちょっと何言ってもわからないですね。いい音出すな。おろ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 。もうしかも。いや、打ってる。もう第38回と5万人ぐらいか。5万人もいる。食えるのこの5人ぐらいでしょ。じゃあちょっと入れてあげてください。そうですね。はい。ちょ。直瓶お願いします。結構酔っ払ってきたね。そして、うん、酔っ払ったね、なみなみよ。かえ、アンナさんそれ何？じゃあ俺行きますよ。バーボン。じゃあ俺行く。いやいやいや、じゃあ俺行く。じゃあ次の料理いきまーす。頑張ったんだよ。頑張ってんのよ。じゃあ今回の薬味は万能ネギですね。これはあのスーパーでもほら刻み売ってるじゃん。あれで十分です。よく買うもんね俺らも。楽だよね。あれ楽だよね。ちょっと薬味はこれで以上です。はい。次味付け。これで以上なんだ。さあここに今回。ごま油を。はい。これ市販のごま油ですかね。これ市販のごま油、角屋のごま油がおすすめです。僕は。結構よくあるよね。天ぷらでも最後に味付けで使いますもんね。あ、そうそうそう、香り付けね。うまいな、出すの。酔っ払ってないよね、めっちゃ絶対。酔っ払ってないね。うん。酔っ払ってないけど。わ、もううまそう。もううまいじゃん。え？カツオのたたきとごま油って。ありましたっけそんなこと。ないです。なんだよ。ないんだよ。え？なんだよ。なんだよ。ないですそんなこと。ないよ。だよね。だから新しいんだよ。やんねえのかよ。それでここにこちら。はい。ニンニク醤油粉。ごめんさんの。はい。油との相性、脂質との相性がめちゃくちゃいい。そうですね。いや。確かにさっきのね油乗ってる。そう。パッとにいいよね。もう今回はこれを。
ちょっと食べ過ぎじゃない。アンダーさんがね、ここずっとペロ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 してる。ねえ、ちょっと待って。食ペロ、ね、食ペロ。詰まって食ペロしてたの。箸は、トング貸してくれる。トング あるよ。すごい詰まっちゃってるから、これ。あの、これ、あの、しない。ひどいぞ。あのね、サプリと同じ製法で作ってるから、すごいね、口溶けがいい分、固まりやすいからね、気をつけて。これをね、かけますよ。結構いくね。大丈夫？分かってる分かってる。これもうメインなんで。分かってるね、この醤油このこと。分かってるよ。詳しいじゃん。うん、なんで？俺が作ったからだよ。で、ここに？ここに？ここにこれをもう。いやー、ネギ、ネギ、あいやー。ネギー。これはもう暴力。暴力だねー。酒が足んねえぞこれ。ね、これでも一番もうないぞ。もうないよね。え、ない？うん、バーボンしかない。上位で。ネギダク、ニンニク、醤油、ごかつおです。いやー、もううまそう。もううまそう。見た目いいね。見た目超いい。緑が入ると美味しそう。なんかあの牛タンの焼く前みたいな。あー、確かに。そんな感じの見た目。手間が馴染んでる。アンダーさん、最初言っちゃってくださいよ。俺の愛した緑が。チェコン。ネギたっぷりでいきたい。ネギたっぷりで。いただきます。早っ。噛んでないよ。いや、もう噛まずして。噛まうまっ。鼻からがね。鼻から抜けるのが多分いつもと違う感じがあるんじゃないか。これやばい。香りもすごいし、うん、ニンニクもすごいし、もう旨味が爆発してる。マジで。いやめっちゃうまいこれ。あ、飲み物は。あ、じゃあバイチュンで。バイチュン。あります。あります。それなにワイン。ローゼ。ローゼ。ローゼゼロ。すいません。はい、ありがとうございます。いっちゃん、静かに。あはははダメだ、ダメだ。ローゼうめぇなー。ローゼ美味しいでしょ。ローゼうまいっすよね。ローゼうまいね。ねえ、いただきましょう。いただきましょう。いただきましょう。いただきまーす。いただきます。どうなんだ。うまっ。口入れた瞬間に来るが、マジで。また、信じないよ俺は。肉って思うぐらい。マジでやばい。なんか牛の叩きに見えてきた、うん、中毒性が一番高いかも。やばい。肉だよね。うん、肉っす。肉っす。うまっ。こんなにごま油合うんだね。うん、合うんですよ。しかもこのネギのね、青さがまた、これめちゃくちゃうまいよ。これでいい？あ、これこれこれ。めっちゃうまいね。正直過去一活動かもしれない俺。うめえ。ちょっと待って、塩味をほぼ追加してないもんね。この、うん、あ、そうそうそう。醤油粉だけでしょ。そういうことで。ニンニク醤油粉。よし。これはうまい。ちなみにロゼはこういう中華にも寄ってるし、うん、いい、なんだろう。その焼肉 そのレバーのやつも似てるし。うまっ。これやばいぞ。うまっ。これやばい。めっちゃうまいね。うまい。これさ、ポニキの分取っとかないともう多分。確かに、なくなるなくなるマジで。これだし入れてご飯で食ってるもそうだ。うわしかもだしは多分あの中華だしかない。ああ、確かに美味しそうこれ。これはいや、もうない、もうないもん。もうないもんね。もう、これもう4作目。これで1匹よ。これ出してお店ないっしょ。これはないと思う、多分。なんでみっちゃんお店やんないの。本当だよ。結構通うよね。みっちゃんが今その仕込んでくれてるやつはみっちゃんの YouTube の方で行く。盛り上がってきたとこだけどね。我々の動画の方はちょっとこの辺で終わって、あと2品あるけど大丈夫。じゃあそのまま行こうか。はい。次は俺がちょっと市場行って使う予定なかったんだけど、うん、美味しそうな
クジラだった。クジラ、クジラ初めて食うんだけど、家でやったんだけど、クジラと俺の相性がめちゃくちゃ良くて、それとかね、お刺身のような感じ、そうそうそう、これとごま油でつけて、クジラを食べる、楽しみ。これからまだ2品出てくるということなんで、続きはこのニンニク醤油粉を作っているみっちゃんのチャンネルでご覧いただければと思います。お願いします。すごいなんか案件みたいになってきたんだけど、プロモーションってやつね。この後俺ら案件下手だから。この後アンダーさんがもう多分振り回すよね。確かに、ね。振り回す。アンダーさんタケコプター持ってたんだね。まあ本当にみっちゃん友達だけど、これは普通にうまいんで、ね、めっちゃ美味しい。あの概要欄に貼ってあるのでチェックしてください。ありがとうございます。またお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。バリバ。バリバ。バリバ。バイバイ。